100は武者に敗れましたが、100は得意の種目。そうですね。表情は、負けられないでしょうね。そうですね。非常に険しい表情してましたね。はい、逆に武者にとりましては五冠を狙っていますが、この種目が一番難しい種目です。3コースが韓国タクミソン、4コースインドの PT 武者、5コースにフィリピンのリディア・デ・ベガ、6コースタイのアラタジャイ。ベガかアラタジャイか武者かミソンか。ゼッケン142番はタイのラタジャイ。この人準決勝では最もいい走りを見せていました。タイは伝統的にスプリント種目は強い種目です。スタート2回目女子 100m の決勝、大会記録11秒76は5コースのリディア・デ・ベガ。スタート2回目女子 100m の決勝、日本選手はいません。今度はクリアにスタート、フルトンコースタートを切った。武者遅れている。ゴチムーダに勝った。日本先頭だ。ベガ出てきた。ベガ出てきた。ベガ先頭。ベガ先頭。武者追ってきた。武者追ってきた。ベガ勝ちました。勝ったのはリビアでベガ2連勝。そして第2位は強かったですね。ウィニングラン。手元のタイムで11秒54ですから大会新記録。前回のニューデリー大会に勝った時にはですね、その後金メダルというね、はい、映画を作りまして主演をしたそうなんですが、今回勝ってまた映画作りますよね。そうですね。今度はパート2で作らないといけないと思うんですけど。フィリピンのリディア・デ・ベガがインドの PT 武者の五冠を一つ阻みましたね。やりましたね。トップザ武者はフィリピンのリディア・デ・ベガでした。